カンナオ第一次改造内閣は衆議院議員民主党代表のカンナオが第94代内閣総理大臣に任命され2010年9月17日から2011年1月14日まで続いた日本の内閣である改造前と同じく国民新党との連立内閣である9月14日に行われた任期満了に伴う民主党代表選挙を経て成立した 国会は7月に行われた第22回参議院、議員通常選挙によって衆参ねじれ状態に陥っており、内閣は厳しい国会運営を強いられた。この内閣で臨んだ第176回国会は法案成立率,率が37.8%と日本国憲法下の国会の中で最低を記録した。2010年9月14日。 任期満了に伴う民主党代表選挙が行われ、6月に退陣した鳩山幸男内閣の後を受けて組閣していた菅直人が対立候補の小沢一郎を破って再選した。任期は2012年9月まで。代表選挙の経緯は2010年9月民主党、代表選挙参照この勝利を受けて、ほとんどの閣僚を鳩山内閣から継承していた菅は、 7月の第22回参議院、議員通常選挙で敗北した責任を問われていた民主党執行部の人事も含めて刷新するため民主党連立政権としては初となる内閣改造を行った。この改造内閣は認証式を経て17日に正式に発足した。戦国義と前原誠司、村田蓮邦、野田義彦ら監視自派はほとんど留任したが原口和弘、 山田雅彦ら小沢支持派は交代となり、小沢支持派の入閣は、鳩山グループから3名が起用されるに止まった。また、小沢グループからは1人も入閣せず、改造前より、脱小沢の側面が強い内閣となった。民主党政権発足以来、連立相手の国民新党出身者で占められている、金融担当大臣及び郵政、改革担当大臣は、 引き続き同等副代表の事件翔三郎が就任。また民間人閣僚として総務大臣県地域主権担当大臣に片山義弘前鳥取県知事を当てた。鳩山内閣では各大臣にある程度委任されていた副大臣大臣政務官人事は今回は首相官邸主導で断行。小沢支持派から積極的に起用し、党内優和に 一定の配慮を見せた。脱尾沢路線の継続が評価され、参院選前から低下し続けていた内閣支持率も、のきなみ60%台まで回復し、一部の世論調査では6月の発足当初を上回る記録を叩き出したものもあった。菅は、組閣後の記者会見にて、この改造内閣が挙党体制であることをアピールし、 412人内閣と表現し、この改造内閣を有限実行内閣と名付けた国会政策対策等関連記事、ありがとうございます。